疲れ様です。今日はこちらメガナイトコーツやっていきます。さあ、なんとマルチ上位でね、このメガナイトで上がってるモサがいました。はい、なんか今杖できねえかなと思って、まあ、見てたんですけど、まあ、ジャイとゴレと、まあ、ドリルとかしかいない中で、このね日本のプレイヤーね、そヨッシーさんという方がこのメガナイトでちょっと上がったので、まあ、勝手に、はい、勝手に紹介しちゃったんですけど、はい、まあ、どんな本当に強いのっていう俺メガネ好きなんでね、はい、触っていこうかなと思います。で、まあ、気になるところとしてはやっぱポイズンね、メガナイトポイズンってまあ本当6、7年前ぐらいは一応あったかなぐらいの、最近だったらねありえないようなデッキな気がしてるんで、レアではあるポイズンですね。まあここ最近、まあ、ダクネ対策だとか、あとなんだろうね、なんでポイズンともなる延命したいな、ザップが来る、いやインドラが頑張れる、いやこういうポイズンもまあいいみたいなとこありますよね。まあ、あとエリクサーポンプとか、まあポイズンプラスの進化ザップで、それこそね、まあライドラとかファルチとかその辺にも戦えるのかなみたいな。これザップで回した方が良かったかもな何も考えず決めがないとしちゃったけど、インドラに食われちゃうよね。そうね、インドラに食われはするが、おえお、あうまい、そんな金魚軌道がありましたね。おー、進化ザップ使わせられたのはでかいな。でも近畿か、うまいな今の近畿。さあ相手はラバル、バルーン、ラバルかな。うん、インドラ裂いてケツラは逆サイも嫌だけど、これで逆サイ来てくれたら俺は8枚目が、てかインドラフェニーだ、ちょっとレアだ、さすがにね。まあザップ打ってコストを使わしたいね。これ強いのなんか暇ボンバー、暇ボンバー暇すぎるかなこのボンバー。え、なんか流れがいいインドラとかがさバルーンに強すぎるか、ラバか、よいしょ。さあで、あんまり考えずに行っちゃいたいな。お、まあ、暇ザップでも打っちゃう。でインドラ回ってるんで、これラバ来ても今ザップ使ったしね、溶かせる。ボンバー、まあ、これこっちから焼いてもいいな。まあ、暇ザップしてボンバー残せた方が熱いんだけどななんか守りすぎな気もするんですけど、まあいいだろ、回転早いし。インドラプラスのポイズンね、進化ザップ強い気がするわ。でこれザップ打たれたらコウモリ出せばいいしな。え、強い、拾われたくない、嫌だな、ザッポ欲しい。このユニット追加めっちゃきつそう。うわ、ダガーが寝てるもんね。おい、さあメガナイトが入っていや、なんか強かったな、まあ、インドラがねさすがにこのラバに強いんで、まあ、ちょい相性みたいなとこもあったかもしれないんですけど、やっぱメガナイトがあのダガーのねチャージを回収したところの後ろから来るギャングとコウモリ、あとは進化ボンバープラスのディガーね、意外となんかこの後ろの小物が刺さるっすね。単品で
出しちゃったりするとね、あのギャングとか全然輝かないコウモリも、けどメガナイトの後ろにつければだいぶ強いの。てか思ったんですけど、スキバレなかったわこのデッキ。メガネとかつってあのさ、スケルトンバレル入ってるイメージあるやん。スケルトンバレルが入ってないなんてことあるんだな。結構びっくりしてますそれに関しては。スケルトンバレル入らないは弱すぎるというかね、新発想。スケルトンバレル入らないんだなマジで。さ、暇ザップして進化を貯めようや。進化を貯めようや。ザップのリトルプリンスね。何でもあるか。ジャイもあるっすね今んとこ。まあ分からん。ベビドロ？ベビドロ？これメガナイトでインドラ最強だからな正直。ああペッカなんや。さあまさかのペッカではあるが、これ結構溶かせそう。え、インドラインドラ優秀か。あ、まあポイズン打ってもよかったがいいだろ。まあ、ナイトベビドラペッカラムっすね。まあさすがにコスター使わないか。これバレるかなボンバー。どうなんだろう、一旦やってみよう。つえー。いやマジでさ、スケバレがいらない。やべ、ザップ打っちゃった。最悪だ。エレキじゃないもんな。エレキじゃないからさ、これメガナイト後ろのインドラつけたら結構相手しょっぱいぞ。からのオクディガーも最強。しょっぱ。いや結構いい受け。ザップがな、まあリトプリに俺ポイズン打てるんで。え、コウモリ入ってる。インドラ高め。え、おいしいの。いやこれメガナイト言ってもよかったね。ガーディアン、あー警戒な。これ一応ナイトがあるんで出さないか。あー、え、インドラ強っ。インドラをさ結構出しまくってれば。いいみたい。いや、インドラインドラ、インドラゲーミングに所属してる。で、コウモリがチクチクみたいな。これさすがにタラババ警戒来るかな。おや、来ませんでした。やばいねもう一生後ろからインドラ出してちまちましときゃ勝てそう。やべスカッとはいるが、負け筋のポイズン削り。進化ザップ貯めとくか。え、やばくないメガナイトってペッカにこんなに圧勝できるもんなん。いやでもインドラか、インドラが強すぎたね。え？いやメガナイトめっちゃ好きだからさ、マジで楽しいんだけど、神すぎる。メガナイト小物いっぱいね。まあエレキがいなかったのもでかいな。エレキがいない。インドラのリセットがないんで、最近エレクトロウィザードいないんでね。
ペッカ工場とかもさ、やっぱリトルプリンスだったり、まあマジアチャとかかがいるから、そんなねエレキに使うのはもったいない。ちょっと前だったらシンカーアーチャーとかもあったしな。ペッカはエレキがいないからこその。結構熱いデッキか。あー枯渇、枯渇が嫌だな。普通の普通の枯渇ではあるか。おーまあまあまあ、全くいなかったけどここ最近微妙に増えてきたか。手前かこれ。さあまあ8枚メガですらいっちゃいたい気持ちもちょっとある。なんかうざそう。メガライトの池がさ、えこれやばい、ボンバーマジアホすぎるこれやばいな。えやばすぎるか。めっちゃプリンセス出てくるやん。えあと260ですよと。延命とかしないでほしいな。ええやば、読まれそうこれ。まあ進化ザップで最悪守るか。ゴブリンバレル、もったいない気もしちゃうよね。いやーなんか後半のこの感じうめえな。なんか怖かった、ね、うわーめっちゃ来そう。ボンバーってよかった。ポイズンで落ちるんでね、263は多分落ちるよ。いや強だが金魚とかも何でもいいもんな。早めに落としとくか絶対的にね安心感を欲しい。まあこれブラフそうっすよね。おミスってる。いやー熱っ。えだってこれさ、まあ、これも普通に考えたらですよ、ポイズンザップなんでゴブリンバレルきついやん普通はね。もうわかんねえよな、進化ボンバー強すぎるしダガーガールも強いしさあまさかの3連勝。え正解88。え宝箱は終わってる今の流れでウルトラ引くべきやろ。俺ウルトラまだ1回も出たことないんよね。なんで。さあ行きましょう。いやあるなメガナイトまさかのねメガナイトだと、まあ、普通はというか今までだとやっぱジャイ、え矢の羽でかっ、ジャイゴーレムが解けないけど進化ザップが多分強いんだろうね。いつも思う、なんかここ最近のちょっと危ないのをなんとかしてくれるのは全て進化ザップな気がしてる進化ザップ打っとけば強いかな。あーこれなんだろうね、うん、めっちゃ下手なザップだがそんな強いか。あーフェニーなんでエリポンもあるな。これさ許してくれたりしないですか。でけえやばし、やばすぎ。こうやって900削ってます。簡単か今ので900削れるんすよ。あと守っとけええもんな強すぎはする。あーいやそりゃそうよね。いやこれ、ね、言ってもいい気がするんだよね。インドラ残ってるからさ。いやタギー
このミリノコリンヤリゴブリンどうこのヤリゴブは微妙いや硬えなジャイいや結構硬えんだよな。ギャングは棒に使うべきだったか。おお、いやまあほどほどにいっちゃってもいい。このギャング無視できないもんね。で俺は逆だな。で相手ボンバーあんのかな。いやいいね。さすがにポイズン貼っとくか。ここのディガーちょっと熱い。てかこれ相手インドラをさ突破できない。ライトニングか。ライトやないで溶けちゃうんだ。やばい入ってはないが、え、やばい溶けない。え、うわー、え、あ、竹そっちじゃない。うわーマジか。うわーうわーしか出てこん。これはね勝てましたね。ライトニングやらまでインフェルノドラゴンが飛ぶみたいです。はい、知りませんでした知りませんでしたね。ライトニングドラゴンじゃねえな、インフェルノドラゴンね。ライトで飛んじゃって勝て勝て。ちょっと気抜いてたっすね。守れると思っちゃってましたね。さあセルジオラモスよ、クララの初代世界大会チャンピオンですね。メキシコのねラモスや。いやー暇すぎる。あんまやりたくない。ディガー2発しか入らない。ボンバーザップね。ジャイかな。え、工場まさかの工場だと急にペッカっぽい。あ、だからメガラムだ。え、なんかこの人メガラムよく使うイメージあるけど。いやラムじゃねえ、工場だと思うな。濃い。え、美味しい。これこれさ結構終わらせにいけるかもね。でもエレキだった。珍しい。うわーポイズンエラしかなかったのか。いやー意外と入りはしたが、いて、いやーペッカ工場や。しかもエレキの絶対勝てないやんって思うが、なんか押してんないや相手がガーディアン出したからか。いやーもうおとなしくポイ打ってケツペッカもあるな。これエレキっすね。うん、私の嫌なカードは、まあ、頑張って守ろうか。バレてないバレてた。一発、え、最強いるさあインドラ無双。え、ちょっと熱いか。まあエレキがねマジで何回も言ってますけど、いや熱いな。でかいその竹も
これディガーでさ、え、これエロすぎん？いやでも微妙か、やりすぎではあった。ポイズン溺れてないあいつ、やべ。やべ、あ、ワンチャン捕ましたか。やべやべいやちょっとオシャンティじゃなかった、ゴーストのディガレスさ、時取るやつ。いやおしゃれではあったけどな。ボンバーあれもう一発入ってたら勝ってたわ、悔しい。クラロアにおしゃれを求めてはいけないあ、この人は迫撃のトッププレイヤーっすね。多分迫撃だと思うけど、いや迫撃っすね。迫撃、あー渋、これ許容でもうメガネと踏むわ。ガゴ村とか嫌だなっていう、てかボンバーで射抜いてもよかったなこれ。いけ、ワンチャン事故らん。さすがにね、ザップまだいけないよと。いやこれはね射抜けるんですよね、誰がどう見てもリガーが来なければ。しかも結構入る。おい、やば、1200、え、1200、今自分で言って驚いたわ。いやマジ1200ぐらいアホダメージがアホ。いやー、やだな。いやー、まあこれはポイズン立つ自陣で受けた方が嘘そうだな。うん、さあ耐えて、マザネクね。いやでもポイズンあるかんな、進化ザップもあるかんな。え、ちょっと入りそう。これさ、まあ、ボンバーも何でもあるが、やべ調子乗った、このザップこれやばいね。おー、いやこのね後ろから一回落ち着いてくるのがうまいね、やばいね、ちょっと怖いね。マジで迫撃が怖すぎる。おっつ、メガナイトメガナイトめっちゃ頑張ってる。いやまあまあ来るかな。早めにしばいたっていいだろ。先行だけマジやめて、終わった。え、先行してないん、それで相手ミスってる。相手の呪文何なんだろうな。いやディガー強っ、柳雨とかないん。え、熱いえ、結構熱い。これどうせボンに対応来るから、え、内側で入っちまえ。おいあ、ボンバーぶっ壊れですよこんな。次は下方確定です。さあ味噌ラーメンよろしく。ボンビー出して進化のことだけをまず考えて、まあこれもディガーじゃなくてザップでもいいけどな。まあディガーでもいいか。あ、ザップね、ナイトザップ、まあジャイかな。
なんでもある。おーリトプリ、まあ1倍タイムてかまたペッカラムじゃない、ペッカ工場か、やば流行りすぎじゃねイージーペッカか。え、でもこれ終わったんじゃない普通に。リガーの HP 削られないっすよ。インドラでもグッドゲームだこれやばすぎるか。メガナイト、メガナイトがチンパンな時代か。え、あれだな、マジダガーに対してのジャイが強いようにメガナイトだったり、まあ巨助とかゴーレムとかダガーガールに対しての破壊力やばいな。うちのボンバーどっか行かれた。さすがにこれは諦めたね。え、やばいね。ペッカ一撃。てかペッカ増えたね。まあ、そういうことです。はい。ジャイ、ゴーレム。そこがやっぱ強すぎるんで。対ダガーにね。だからこその対策のまあペッカが増えているが、対策してもちょっと勝てないぐらい強いですよね、今他がね。やべ。さあ、いやめっちゃいい手札や、これ。なぜなら、進化を回せる。進化回せたら勝ちだからな。もう、次進化ボンバーですよ、私ね。いい流れすぎる、正直。いや、暇すぎる。まあ、行ってもいいな。マジ暇なんだよ。一発はやばいな。いやでもドリルに対してもちょっとメガナイトが熱いか。あー見抜けそう。でも熱っ。え、射抜くのちょっとうまいか。やなめ使った後だこれ。コウモリちょっときついぞ。え、ポイズン。あー回るか。ドリル来たらヤングで何も来なきゃ無視。来たわ。はい。え、ギャングゴブリンドリル拾うの楽だな。え、これボンバーでもドリル抑えれて、ギャングでも抑えれて、メガナイトでも抑えれる。0100相性きました。あざます。これやべえぞ。ケツインドラしてリトプリ来たらポイズン打って、来なければ8枚メガナイトしてユニット追加するだけユニット追加するだけのやつだ。でもまあ負け筋はボンバーだな、まあ、ポイズン打っときゃいいもんだもん。一生後ろからインドラ出して、大森にヤナアメを使わしたい。ケツメガをやっちゃおう。ボンバーサイクル覚えとく。これヤナアメ来るかもね。さすがに飛ばせないか。これ相手守れんのかな。え、それ使ったやん相手使ったらこのコウモリどうすんのっていう。ああ、え、おいしいマッチアップだな。流行りのゴブリンドリル相性がいいとかじゃない、いじめられるよ友達にゴブリンドリル使いいたらみんな使ってみ。これはい、その関係は今日で終了。えっマジ環境メタメガナイトやばいな。気持ちよすぎるな。神です、神環境です皆さん。ってことでメガナイト枯渇、枯渇なのかこれも。メガナイトボンバー、はい、おもろいデッキ。ちょっと攻め手が薄いように見えるけども十分すぎましたね。はい、皆さんこちら使ってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではおしそうだね。